ように折り曲げて、端からおよそ2ミリのところを縫います。袖側の縫い代を1センチ、身ごろ側を2センチ取っています。こちらは袖のカーブの箇所になります。袖側の方に切り込みを入れています。幅2センチの縫い代の方をこのように半分に折って、こちらの方にしつけをかけています。こちらはシャツの袖周りになります。こちらは最初に端からおよそ5ミリのところを縫い合わせました。その後でこのように折り曲げて、端からおよそ1センチのところを縫い合わせます。こちらが袋縫いで縫ったものになります。こちらは表の方で、裏はこのようになっています。こちらのブラウスは袋縫いで仕上げました。このようになっています。脇の方はこのようになっています。肩から袖周りはこのようになっています。もしよかったら試してみられてください。